特集です。外国人観光客がここ数年で5倍以上も増えた大人気の温泉町があります。慣れない文化にハプニング続出、町は大奮闘です。長野県のとある町が今世界的な観光名所になっていた。 Sorry guys、yes, the shoes. This is pretty cool. 全世界からいらっしゃっております。全世界、はい、インターナショナルですか、はい、日本情緒あふれる温泉地。しかし町を歩けば9割外国の方、また外国の方だぞ。オーストラリア、オーストラリア、シンガポール、シンガポール、from Germany、ドイツから。地元の旅館もこの時期宿泊客の多くが外国人。山あいの静かな町で一体何が起きているのか。Oh, the snow monkeys, they were fun. Amazing. There's a lot of snow. It was wonderful. It was really.皆さんのお目当て、それは猿。実は温泉に入る猿がいるのは世界でもここだけらしい。その姿を一目見ようと各国から観光客が押し寄せているのだ。しかし観光客が増えているからといって喜んでばかりはいられない。ベジタリアンっていうことで野菜だけのものを今用意しています。海パンですか？温泉はダメですよ。文化の違いからハプニング続出。旅館も町も対応に大わらわ。外国人観光客急増で大忙しの温泉地、地元の奮闘ぶりを追った。長野県は山の内町にやってまいりました。人口1万4000人の山の内町、ラッシャーが訪れたここ湯田中支部温泉郷は昔ながらの佇まいを今に残す温泉街だ。そんなこの町を訪れる外国人観光客に旅行の目的を尋ねると、 Yeah, we ski, both ski. Ski. Take hot spring. Oh, 子供たちも大喜びよ。 Thank you. 皆さんの楽しみの一つ、それはスキー。この時期スキー場近くのホテルは外国人のお客さんでいっぱいだ。しかし全国に数ある中でもなぜ志賀高原のスキー場が人気なのか。 So, the ideal condition for snowboarders but also for skiers. Good snow, lovely choice of sleigh. 充実した設備に加え、この地の雪質が外国人のスキーヤーに高く評価されているという。まあ、外国からおいでになる方はそのパウダースノーが非常に素晴らしいということで、ここ何年かかなり、お客様増えてます。山の内町の人気の秘密、その一つは雪質にあった。そして海外から訪れる人々のもう一つの目的が温泉。一茶の小道ビューの宿は山の内町の湯田中支部温泉郷でも特に外国人観光客に人気の旅館だ。立派な和風旅館ですよね。お邪魔します。どうも、おかみさんでしょうか。ようこそいらっしゃいました。おかみさんでございます。外国人のお客様がかなり多いって言うんですけど、こちらの宿もそうですか。はい、大変最近は多くお見えになっております。1998年の長野オリンピックを機に外国人観光客誘致に力を入れ始めた山の内町、その数は最近5年間で急増。外国人観光客にとってはアフタースキーに日本情緒あふれる場所で温泉を楽しめるのが魅力のようだ。全世界からいらっしゃるお客様にですね、日本の文化習慣を体験していただこうと。その辺が、はい、こちらの旅館は。あ、どうもどうもどうも。あ、ちょっとよろしいでしょうか。はい、日本の方でよろしいですか。私は、どちらからですか。ちょっと生まれはニュージーランド。ニュージーランド。そう、こちらの旅館では5名の外国人スタッフが勤務。英語担当にフランス語担当、さらには中国語担当と各国の観光客に対応できるようにしているという。そこでラッシャーも旅館の仕事を体験しながらその対応ぶりを見せていただく方に。仕事を教えてくれるのは来日10年になるニュージーランド出身のショーさん。まずはチェックインに備え玄関周りの雪かきや掃除をしていると、
聞いてよ。お客さんですか？そう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 。午後1時、やってきたのは中国系カナダ人のグループ客4人。外国人観光客は早い時間に到着することも多いため、早めのチェックインにも対応しているという。早速部屋へと案内すると、うわーちょっと、わいいリアクションですね、女性の方。あ、oh, wow. This is so cool. 畳、畳。すると。So if you have any questions, please. Okay. What about sleeping? そうですね。部屋にベッドがないことが不思議なようだ。It's indiscoverable. It's indiscoverable. どこにあります。This is your futon. まだ準備してないんですけれども。But it's not ready yet. That's great. Perfect.さらに早くも本日4組目の外国人観光客が到着。ハワイからやってきたこちらのお客さん、部屋に入ろうとして、靴をどこで脱げばよいかわからないお客さんも多いという。さらにこちらのお客さんは早速浴衣に着替えてご満悦。しかし最も興味を抱いたのは意外にも、海外では珍しいという洗浄機能付き多機能トイレ。そして実際に使ってみると、温かいお湯が出てきたことにびっくり。さらに温泉に入るというお客さん、ラッシャーもご一緒させてもらうことに。すると、なんと水着で入るつもりのようだ。温泉はダメですよ。ようやく彼も覚悟を決めて。この先はちょっとカメラさんストップしてください。帰るまではちょっとストップしてください。ということで、みんなで仲良く裸のお付き合い。やはり温泉はこうでなくちゃ。初めてなんですね。今のお気持ちはどうですか？ボン、恥ずかしい。裸で温泉にお入りになるのが非常に恥ずかしいという方が大変おられます。そこで旅館では外国人観光客のため貸し切りの露天風呂も2つ増やしたという。一方こちらは温泉から出たばかりの家族客、部屋に戻ると思わぬサプライズが待っていた。おお、The room has changed.いつの間にかふかふかの布団が敷かれていることに子供たちは大喜び。こちらの旅館は翔さんのような外国人のスタッフがいらっしゃるからいいですけど、いらっしゃらない旅館っていうのはこれはちょっとどうなってんのか。そこで訪れたのがこちらの島屋。客室12部屋というこの小さな旅館にも連日外国人観光客が訪れていた。この旅館
お二人でやってらっしゃるんですか。基本的にそういうのは忙しい時は皆さん助けてくる方が結構いるんですよ、うん、でそれを助けてもらってるんですけども、うん、基本的に二人だけなんですよ。フェリシタ I'm sorry to write the name and address and email address Japanese or Western? Western. I think Western is Western, okay? 外国人観光客に対応するため英語を独学で学んだというご主人は主にフロント周りを担当。一方部屋への案内などはおかみさんの仕事だが、実は英語が大の苦手。ちょっとしたことを伝えるのにも一苦労。あとは片言の英語で身振り手振りを交えて必死に説明。やっぱりいつでもドキドキするでしょ。またその後も外国人観光客からさまざまな頼まれ事をされ、おかみさんは大忙し。浴衣の着方がわからないと着付けをお願いされることもしばしば。さらに夕食の準備ではこんなことも。ベジタリアンっていうことで野菜だけのものを今用意しています。急遽お肉を使わない鍋を作ることに。野菜とうどんがメインのベジタリアン用鍋にお客さんは It looks beautiful. I am a vegetarian. The udon, udon is beautiful. Do you just drink straight from the cup? Yeah. 一方、温泉街では外国人観光客にどう対応しているのだろうか。チーズ、サーモン、タオフ、デカロール。お寿司屋さんはお品書きの代わりに写真入りのメニューを用意。英語を話せません。だからうちはとりあえずそのメニューで見てその中から選んでいただいて、ね、無事お目当てのマグロを食べられたというお客さんは。Delicious. こちらの土産物店ではクルミを試食するものの何かわからない様子。I have no idea what this is. Pass it over. Ah, これ walnuts. Walnuts. Oh, walnuts. Okay, that's normal. That's good. Okay, we have those. It's big English. これは何って、ものの名前だけ覚えてればいいかなって。さらに射的場では、これ落としていただきますとポイントでチェンジになるんですが。ほとんど日本語。しかしなぜか会話は成立しているようだ。Two. Oh, she's giving us two. ああ、どうも。ありがとう。日も暮れて再びビューの宿へ戻ると、皆さん夕食の真っ最中。箸でいただく日本料理もお客さんの大きな楽しみ。中には日本人並みに箸使いが上手なお母さんも。こちらの家族客に明日の予定を伺うと、Monkeys and the snow really are the main two things. モンキーと白い。モンキーと雪。そうそう。山の内町が外国人観光客に人気の理由。それが地獄谷温泉の猿。数年前海外の有名写真誌のコンテストで親子猿の姿を捉えた写真がグランプリを獲得。スノーモンキーの名で海外からのツアーも組まれるほどの大人気なのだ。なんかすごいことになってますよ。翌日地獄谷温泉を訪れたラッシャー。そこでは、念願のスノーモンキーに外国人観光客も大興奮。外国人観光客が急増している長野県山の内町、温泉に入る猿で知られる地獄谷温泉に行くため山道を歩いて行くと、どうも
Hello. 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 Got a nice ride on the top there. 行き交う観光客の実に9割が外国人。うわー、すごい。家族連れです。ハロー。オーストラリア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 。どうも。さあ、そして。なんかすごいことになってますよ。その人気ぶりにラッシャーもびっくり。外国の方多いです。脇目も振らずシャッターを押す外国人観光客。被写体はもちろん。ちょっとすごい、このお猿さんの数。温泉に浸かる猿の群れ。現在およそ160頭のニホンザルが暮らす地獄谷野猿公園。雪景色の中温泉に入る猿を見ることができるのは世界でもここだけと言われ、その光景は外国人にとって大変興味深いという。実際にスノーモンキーを見た外国人の感想は。これ見てどうですか。 That's amazing. They are great. They are great.スキーに温泉、そして猿と魅力がいっぱいの山の内町。どうですか、旅館に。山の内、yeah, it's a really nice place. I particularly like the mountains. The scenery is wonderful here. 旅館や町の人たちのおもてなしに、外国人観光客の皆さんも素敵な思い出を作ることができたようだ。町を挙げて外国のお客様をおもてなしをに努めております。この山の内町の方たちは、うん、外国の方を、喜んでもらおうとものすごい努力してると思います。また町も元気がありました。Won't you come and swing with me up at the Jigoku Dani, because it's monkey time. Bring a bag of berries and some nuts and let's get hairy, cause it's monkey time.